はい、ゆうたけです。今回はスプラトゥーン3の新モード縄バトラーっていうのをやっていきたいと思うんですけど、その前にバンカラジオで臨時ニュース、久しぶりのフェス、まあ、前夜祭入れたら久しぶりではないけど、今回のお題は無人島に持っていくなら道具、食料、暇つぶし、どれでしょうということで、まあニュースの話は今度やるからいいとして、なんか投票だけは早めに今作しといた方がいいって聞いたので、多分適当に投票はしとこうと思います。あ、そういえばなんかこれもスキップできるみたいだねということでいや、だいぶ改善されたなって感じなんですけど、今回は新しいモードのどこだ、あのナーバトラーに行きたいんだけど、これ行けないよね。こっから歩いていくしかないよね。あの、自分今ランク20まで、ガチマじゃないや、バンカラマッチとかいろいろやってっていうペースなんですけど、1週間経って一番やってるのが、あれフェス用の道具がある、すごい。一番やってるのもしかしたらこっちかもしんないっていうぐらいに、ナーバトランク今24っていうねなんかパズルゲーム系ちゃっかりハマっちゃって、うん、このスパイキー遊べないの、これ何なんだろうなと思って、まあとりあえずコジャッチ君レベル2をやりたいかなと思います。これちょっと軽く見ますとね、陣取り対戦ナーバトラー、バンカラ地方で大流行中のカードゲーム、まあ、たくさん、だ本当にこのゲームよくできてるなって、よく考えたなと思ったんですけど、カードゲームと縄張りバトルをなんか掛け合わせて、でスペシャルウェポンとかの機能もあって、まあ要するにたくさんエリアを塗れたら勝ちのパズルゲームみたいないう感じなんだけど、自分の塗ってるエリアに隣接してる、マインスイーパー的な1,2,3,4,5,6,7,8 周りの8マスにつながるところを塗れる。でスペシャルマスはあの周りの8マス囲めばそのポイントが貯まるみたいな、まあまあまあとりあえずやってみましょうっていうことなんだけど、これね、あのレベルごとに3勝したら次のレベルが開かれたり、あとランクが上がるごとにキャラが増えたりして、とりあえず今コジャッチ君のレベル2で止まってるので、これやっていきたいと思います。まあちょっと初見だと説明が難しいんだけど、まあ、なんとなく分かっていただけると思って、まあ結構ノリでやってて、最初は今のところ僕の最適解は、最初はとにかくでかいマスでガンガン攻めます。でまたこれで攻めるかな、ただ相手と被ったらそこが、あの、負ける？なんだろう、今、あ、13で相手が12なので、12で上書きされちゃうんだよね。マス目が少ない方が上書きされるっていうのがあったりして、これ大丈夫かな？なんか本当に、これ実況するもんじゃない気がするんだけど、とりあえずちょっと相手の方侵入してこうかなと、それか塞ぐか、どっちがいい？塞ぐか。攻められなくなっても困るけど、ああよかったよかった、自分の方がマスが少なかったので上書きできたけど、相手が侵入されたね。なのでちょっと自分も進んでいきたいな。これどっちの方がいいんだろう。まあちょっとノリでなんとかなってるので、ちょっとノリで攻めてきます。この右は無理そうかな。あ、塞がれたね。そう、これであの左側、左上ら辺はもう自分がここら辺隣接するところがないので置けなくなっちゃう。自分の色のところの周りしか置けないので、となってくると守りタイムに入るべきか、これは。いいのかな、これ攻めた方がいい気もしなくもないけど、いや、いや相手のマスが
めっちゃ一気に来るな。ちょっと自分マス目大きいのばっかだからあまりこれ以上攻められないんだけど、普通にもういっか。ここのこんぐらいマスが埋まってきたら重要なのがいかにスペシャルマスの四隅を埋めて自分のスペシャルを貯めるかっていうことなんだけど、ちょっとスペシャル貯めるのを優先させます。こうするとあのスペシャルが2個貯まります。あの周りが自分のスペシャルのオレンジマスが埋められたから、この右微妙に攻められなんかこうやって地道にやっていけば上の方に行けるんだけど、まあ、あまりマスも残ってないのでここはおとなしくスペシャルを貯める方向性で。ダメか、これ1個しか貯まんないな。ここが空いてるのでとか言ってめっちゃ実況に向かないゲームやってる自覚はあるんだけどまあ意外とこういうとこ取った方がいいのかな。自分の残りのカードこれで見れるんだけど、ちょっとめっちゃマス大きいのばっかあって、ちょっと相手が大きそうなここら辺置くか。おわ、12でそこ取ってきた。さあ現在めちゃめちゃ負けておりますが、まあ、とりあえずこういったものを、あれこれなんだっけね、 あそっか微妙にずれてる。この置きづらいやつ置くべきなんだろうけど、いやーこれでいいよね。よかったのか、果たして次が置けるかどうか。さあこれでもうこれが黒くなったのはね、全然置ける場所がないっていうことなんだけど、なるべく多くマスを取りたいので、あれこれどこに置ける？まだこいつ置けるはずなんだけど、あ置けた。いやこんなんで置いて大丈夫？ちょっとマスが多すぎて、いやでもこれ置くべきよな。もうスペシャルアタック、おお上書きしてきた。そうスペシャルアタックは、ね、自分が貯めたあれが起きるんだけど、どうしようやってみるか、スペシャルアタック。まあでもこれ以上スペシャルたまんないよな。あんまりスペシャルを使うと上書きできます。自分のオレンジに隣接するところが置けるので、まあこんなんでいいかな。相手のスペシャル貯めちゃうのがちょっと悩ましいけど、まあ、多分なんとなくでまだこのレベル帯ならいけるはず。3マスもの置ける。自分のスペシャルがこれ以上溜まりそうなのは、あ、ここで2溜まるな。一応やっとくか。大丈夫？あ、2じゃなかった、1だった。ギリギリ、あー最後置けない、パスになっちゃうけど最後。あ、相手3置けた、あぶね、ギリギリ勝ったかなとか、まあこんなアバウトな感じでガン攻めするタイプでやってます。さあこれでレベル3のコジャッチ君と対戦できるようになった。レベル3がね地味にレベル高くて難しいんだけど、別のステージでやってみます。ヤシガニさん、レベル3はね、あの普通にレベル高いですやってみないと分かんないと思うけど、めっちゃめっちゃ実況に向かないゲームをしてる自覚はあるんだけど、まあ例えば、うん、これガン攻めした方がいいんだろうけど、ちょっとテストとして、いやー大丈夫だったかな、これ怪しいな。 とにかくオレンジマスはあの四方を自分の色で埋めるべきなんだよね。ちょっとなるべく端伸ばしたいので、おお、カニタンク伸びてきたな。なるべく
いや、上に行くべきか。うん、これでいいや。おお、相手も侵入してきた。やべ、これどこ置ける？あれ、これどこ置ける？この15マスのやつね、めちゃめちゃ置きづらいんだけど、置けたらたくさんポイントになるので。あ、置けた置けた置けた。これはこうだな。さあ、相手のところに侵入してきたけど、してったけど、マス目が相手の方が少なかったので上書きされましたみたいな。ここら辺相手の侵入を防ぎたいところだけど、こうやって塞ぐべきか。塞ぐか攻めるか、まあ、なるべく攻めた方が経験上割といけてるので、ちょっとがっつり攻めていこうかなと思います。相手も攻めてきたね。ただいい感じにこの5が入るので、ちょっとこいつは後回しにして、13のこいつどこに入る？まあまあ、なるべくマス目多いところから。え、これ置ける？どこだ？あ、これか。めっちゃいい場所。とにかくもうマスの数の暴力でやってるんで、スペシャルため優先させるか。おーわお、相手のスペシャルが一気に溜まった。あ、こう来たらこうだね。これで一気に自分のスペシャルが3つも溜まる。いい。やばい、めっちゃ上書きされました。あ、そろそろ自分のスペシャルも使っていくべきだな。スペシャル、これもう2個スペシャルたまりそうだから、何か来ると見越して、なるべくこういったもので上書きしてこう。いや、13取られた。これはこう。さあ、これで負けてるけど、最後のスペシャルどうしよう。5つ溜まってるからなるべく多い方がいいんだけど、裏書きされたら困るしな。なるべく相手のマスを潰すところで、この食ワンダー真ん中攻め託した。お、相手パスじゃん。なんだ、相手最後スペシャル来るのかと思ったら、最後上書きできたので勝利。ランク25。お、プレートゲットした。とかいうことをね、地道にずっとやって、普通のレベルより高い、普通のランクよりグナーワトランクの方が高い状況となっております。よし、初めて話したな。この成長したスパイキーさんと。あれ、あ、スパイキー話せんじゃん。今話したからか。レベル1は簡単。まあね、マス目を多く取ろう、よく考えたなって感じですね。すごい無限にできる。よく縄張りバトルとたくさんの武器と、そしてカードゲームと混ぜたゲームだなと思いました。危な。これで3勝したら次のレベルに行ける。また3勝勝ちまして、レベル3、やっぱレベル高い。危な、
これで風化参戦意外とまだ続きそうだこれ。いやーなんかマジで無限にできるこのゲーム最後にちょっとデッキ見る。これがカードリストで本当に今作コレクション要素がすごい増えた気がする。あ、ここら辺がレアなんだね。これがカードでデッキの編集とかできたりしてうん、いや多分これがスプラ3のね新しい要素をこれではねって感じなんだけど、まあ僕は沼れるので何でも、うん、そんな新しい新ゲームナーバトラモードでした。